手ン型ディーゼル機関車は、ソ連運輸通信省が1953年から導入した電気式ディーゼル機関車である。この項目では関連する他の形式についても記す。第二次世界大戦終戦後の1947年、ソビート連邦のハリコフ機関車工場はアメリカから輸入したダー型をもとに、ソ連発の量産型ディーゼル機関車であるテイチ型を開発し、 翌1948年以降は車体を型運転台式の箱型に変更し両編成を基本とした手2系の量産が行われた。しかし、ソ連国内における鉄道輸送の急速な発展の中で4ストローク機関の D50 系ディーゼルエンジンを搭載した手1系、手2型ではその需要を満たすことは難しいとされた。そこで1947年、 全ソ連鉄道運輸科学研究所は 2000PS の出力を有する各客両用ディーゼル機関車の開発計画を提案し、科学技術委員会によって承認された。こうして開発、設計が行われたのが、デサン型である。型運転台式の流線型箱型車体を有し、二両編成での運用が基本だったが短期での使用も可能であった。 車体の荷重はすべて大枠にかかる構造となっていた。1957年以降に製造された車両は、後術する手長型に合わせ前面窓の大きさが拡大した。2機設置されている台車は三軸ボギー構造で、構成溶接構造台車枠を用い、片側平歯車を用いて駆動されていた。エンジンとして、フェアバンクスモースの船舶用エンジンをもとに重機等に、 ストローク期間エンジンである 2D100 型が開発された。定格回転数は 850rpm、最大出力は 2000PS であった。このエンジンにより直流発電機である MPT-37-99 を直接駆動させ、そこから得られた電力により、各台車に3機設置されている直流モーターの EDT-200 を稼働する構造となっていた。 制御装置により、ディーゼルエンジンの回転数は、最低 400rpm、最高 1850rpm まで16段階で制御することが可能であった。最初の車両は、ハリコフ機関車工場により1953年に落成し、翌1954年に製造された、で3から002と共に試験が行われた後、1955年以降、量産が開始された。 翌1956年以降は、コロムナ機関車工場やルハンシクディーゼル機関車、製造工場も製造に参加した。鉄道輸送の発展に加え動力近代化の進展により、デサン型は、ソ連各地の鉄道路線へ向けて大量生産が行われ、1973年までに合計6808本もの編成が生産された。なおこれらの車両は、 製造工場ごとに車両番号が区別されており、ハリコフ機関車工場製の車両は001-1000、コロムナ機関車工場製の車両は1001から2000、ルハンシクディーゼル機関車製造工場製の車両は2001となっていた。1976年の時点でも12.283両が在籍していたが、80年代以降は老朽化に伴いて 10M 型、 で10夕方などの後継者への置き換えが行われた。ただし1991年のソビエト連邦の崩壊以降もロシア連邦をはじめとする各国で少数の車両が使用されていたことが確認されている。手3型をもとに設計、製造が行われた形式は以下のものが存在する。手3型の中間に貫通扉付きの全面を持つ動力車を連結した形式。 三両編成のほか、全面貫通扉付き動力車を先頭にした二両編成を組むことも可能であった。1961年から1962年に、かけ、輸送量の多い路線向けに37本が製造されたが、大部分は1960年代のうちに、手3型への改造が実施された。手7から013手3型をもとに開発された。 旅客用ディーゼル機関車。歯車比が2.54に変更され、最高速度が時速 140km に、平均速度が時速 35km に向上した。また運転台窓が屋根方向に大きくなっており、以降製造された。で3型も同様のデザインに変更された。1956年にハリコフ機関車工場で最初の車両が製造された後、 翌1957年から営業運転を開始し、ルハンシクディーゼル機関車工場製車両も含め1964年までに2両編成85本が導入された。モスクワ・レニングラード、モスクワ・キエフ間など主要艦船の旅客列車牽員に用いられ、それらの路線が電化されて、以降は現在のウクライナやベラルーシにあたる地域へ転属した。2019年現在、 で、7から01さんが10月鉄道博物館に保存されている。1959年1960年にかけて発行されたで3型の近代化計画に関する決議に伴い製造された形式。それまで使用されていた2 d 1 0 0系1 0気筒エンジンよりも4.5、トン軽量の6 d 1 0 0系8気筒エンジンが採用され、車体も 全面には窓のデザインへ変更された。当初は手20型という形式名で計画が進められていた。1961年に2両編成6本が製造されたが実際に使用されたのは2本のみであり、より強力な出力を有するディーゼル機関車の量産に着手したことによりそれ以上の増備は行われなかった。双方とも1968年に 営業運転から知り添えている。九百六十年十一月五日、コスト削減のためルハーンスク機関車工場で製造するディーゼル機関車の設計や形式を極力統一するというソビエト連邦閣僚会議議長決議第千二百号が発行された。それに基づき、九百六十二年に主要機器のうち80%をデサン型と統一させたにて1リットル型が、 落成したが、それに合わせて、手3型側も、車体などの設計を統一させることとなった。その計画に基づき1964年に製造されたのが、似手10リットル型と同一の車体を持つ手、3M 型であった。2両編成2本が製造されたが、営業運転についたのは1本のみで、1979年に廃車された。バイコヌール宇宙基地内にある、 専用鉄道向けに1966年もしくは1967年に製造された形式。宇宙基地内には大型のミサイルやロケットを輸送するため平行に敷かれた2本の線路があり、それぞれの線路の上に配置された低3型には時速 10km の速度で同時に稼働し、大型輸送ユニットごと牽引する機能を有していた。ゼニットやプロトン、エネルギなど、 多数のロケットを発射基地まで運んでいたが2000年までに引退した。巨流型テ3型の設計をもとに製造された中国国鉄発の国産電気式ディーゼル機関車。エンジンはテ3型と同様 2D100 型を用いた。1958年以降試験運転が行われたが中国とソ連間の対立が深刻化したことにより量産形式となった。 東風1型はソ連製の部品をもとに中国側で設計、製造されたものが採用された。ありがとうございます。